SBA 航空は、ベネズエラカラカスにあるエディフィーシオ時計の3階に拠点を置く航空会社である。2008年までは、サンタバーバラ航空というブランド名で運航していた。国内線と国際線を運航しており、カラカスマイケテアにあるシモンボリバル国際空港を主な本拠地としている。航空会社は1995年11月1日に設立し、 1996年3月1日に運行を開始した。最初は、カビマス、メリダ、アルベルト・アドリアーニ、サンタ、バルバラデスリアへの国内線の運行を開始。メリダのアルベルト・カルネバリ空港へのルートは、サンタ・バーバラ航空518便墜落事故の後、ファンパブロ・ペレス・アルフォンソ空港に変更となった。その後、新たに、バルキシメとカラカス、クマナ、 ラスピエドラスサン、アントニオデルタチラ、バレンシアへの国内線とオラニエスタットへの国際線の運行を開始し、またその後、キト、リマ、リスボン、ロンドン、マドリッド、マイアミ、ニューヨーク、サンティアゴデコンポステーラ、オーランド、テネリフェ、パリなどの国際線の運行を開始した。なお、SBA 航空とアセルカ航空は現在合併を提案している。 2017年9月時点での SBA 航空の就航値は以下の通りである。SBA 航空のボーイング767から 300ER2017 年5月時点での SBA 航空の保有機材は以下の通りである。サンタバーバラ航空のボーイング767の 300ER 長年 SBA 航空は以下の機体を運航していた。 2008年2月21日、国内定期便として運航されていたメリダ発カラカス行きのサンタバーバラ航空518便が離陸直後に墜落。43名の乗客と乗員3名が乗っていた。翌日、機体の残骸がメリダの北東約 10km に位置する標高12000フィートの山脈で発見されたが生存者はいなかった。またこの事故は、 航空会社が新しい広報戦略だけでなくマーケティング活動や航空会社名を変える契機となった。ウィキメディアコモンズには SBA 航空に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。